お昼ご飯です。さて、今日の主役は このビール。見て、オムニポロっていうスウェーデン、ストックホルムのクラフトビールで、マット、メディアサーフのマット君が送ってくれたんだけど、去年かな、日本橋兜町で、この何て言うんだっけ、ビールのバーみたいなができたということなんだけど、とにかくちょっと一見してもすでにかなりアーツィな、ロゴとかなくてアートがあるのみ。なんかね、何種類買ったんだけど、1個ずつゆっくり飲んでいこうかな。見えますかね。オムニポロ。いただきます。おいしい。結構いい感じで苦い、いい感じで、なんていうの、ホップっていうのかな、苦みがグッときてるな。割となんかフルーツビールとかそういうのもあるってなってたけど、あ、これペールエールなんだ。でも結構それやっぱりちょっと癖があるっていうか、美味しいです。で、今日はビールが主役だから、サンドイッチにしました。あと、美味しく飲むためにお風呂も入って、サンドイッチはちょっとね、このオムニポロかなりユニークだっていうんで、私もちょっと不思議な、豚肉なんだけど、グレープフルーツと豚肉を合わせてみた。いただきます。美味しい。パイナップルと豚肉を合わせるような感じで、なんかこれ、グレープフルーツは苦いから、なんかそれとシンクロする これいろんなデザインっていうのかな、アートワークのがあったんだけど、ろうそくが消えてて、ってことはお昼に飲めっていう意味かなと思ってお昼にしてみました。
どうなりそうか。兜町のそのビールの店ってビアホール、え、ビアホール合ってるかな、きっとタップが並んでるような、なんていうんだっけ、クラフトビールバーっていうのかな、そこに食べ物もあるならば、ポーク、グレープフルーツ、おすすめします。あ、これあれかな。飲んだ後に、ここにキャンドル刺して、キャンドル立てにしなさいっていうことかな。そして火がついてない、消えてる時でも成立するっていう。美味しかった。ごちそうさまです。さて、今日は昼にストックホルムのなんていうんだっけ、ブルガリー、あのクラフトビール、オムニポロっていうユニークなビールをいただいて、今日は2つ目、今度すぐちょっと見えるかな、真っ黒な缶に表にアートワークが不思議な、何の絵とは言えません。ちょっとこれすごい、このタブまで、タブってんだっけ、この全部真っ黒、面白い、あれ黒、おもろ、泡出てんのかな、こういう、もうロゴもついてないっていうね、黒ビールかな、黒、じゃあいただきます。甘い、美味しい。デザートみたい。お、ココナッツ、バニラ、ヘーゼルナッツ、ちょっとよく読めない、インペリアル、すごい、だからなんだって、ココナッツ、バニラ、ヘーゼルナッツ、へえ、面白い。美味しい。結構この嫌いじゃないですね、私は。あの
ここでもよく地元のリンゴのリキュールとでビールで割ったりして飲むことがあって、そういうちょっと甘みを感じるビールとか、好きだから。でも結構、なんて重いっていうか、なんとどっしりしてる。面白い。気に入った。料理はもう食材整理、余ってるものを全部一緒にした。そして昼に飲んだろうそくのアートワークのボトルにキャンドルつけてみました。こういうことでいいのかな。